どうも皆さんこんにちは、たまむしです。というわけで、なんかこういうね、動画は久しぶりなんですけれども、今日はね、ちょっとある漫画を紹介したくて、ちょっと動画を撮ってます。まあタイトル見てもらえばわかると思うんですけれども、今回紹介したいのがこちらのドクターストーンという漫画です。まあもう漫画はね、あの最新巻が、15巻なので、あのすごい有名な漫画だと思うんですけれどもね、やっと見始めたんですよね、俺。このドクターストーンって漫画、あのテーマが科学なんですよ。なんで俺絶対買おうと思ってたんですけど、めちゃくちゃ渋ってたんですよ、お金とかで。まあなんで見る羽目になったかっていうと、もうこいつのせいなんですよ。ちょっと持ってきますね。これです、これドン。モンスターです。違うんです。あの、なんか、モンスターを箱買いしようと思って、久々にね。で、アマゾンで、このパイプラインパンチ頼んだんですよ。そしたらなんか、送料結構高くて、この送料払うんだったらなんか、プライム会員入った方がいいじゃんと思って、プライム会員入ったんですよ。で、なんか、プライム会員入ると、なんだっけ、あの、プライムビデオみたいなやつ。なんか、アマゾンが提供しているなんか、ビデオが、なんか、見放題になるみたいなやつがあるんですね。で、その中にアニメのドクターストーンがあったんですよ。で、俺なんか、昼飯食う時って、なんか、いつも動画見ながら食ってんすよ。だから、あ、じゃあ、ドクターストーン見ようかなって思って、こう見始めちゃったのが運の尽きなんですよ。しくってるー。いや、そのまま24話まで駆け抜けちゃったんですよ。いや、俺もうそういうとこにすっごいポンコツで、なんか歯止め効かなくて、1日1話とかじゃなくて、もうあると全部ブワーって見ちゃうような、ゴミ人間なんですよ、ほんとに。で、それでアニメ全部見ちゃったのが運の尽きで、まあ、気づいたら、なんか手元に、全巻漫画があったみたいな。いや、なんでだろうね。7000円ぐらいしましたね。ってなわけで、まあドクターストーンにハマったわけなんですけれども、このドクターストーンのまあそのテーマっていうのが科学なんですよ。そこでもう科学好きの俺がこの漫画をね、ちょっとレビューしていきたいなと、科学目線でっていうまあ動画です。はい、はい、失礼しました。俺結構アニメとか漫画好きでいろいろ見てるんですけれども、なんかガチなその科学を題材にしたアニメとか漫画って意外と少ないんですよ。例えば科学を題材にしてるアニメっていうのは、まあとある科学のレールガンとか、あとは俺がめちゃくちゃおすすめしたいアニメなんですけれども、シュタインズゲートとか、あとめちゃくちゃ昔のやつさ、エレメントハンターって知ってるかな？俺めっちゃ好きなアニメなんですけど、まあこういうものがあるんですね。まあ今挙げたこの作品っていうのは、まあ物理学とか、なんか化学を、まあ駆使してるんですけれども、まあそこにこうアニメとか漫画的要素を加わった、なんかそういう感じの作品なんですね。そういう点で見ると、このドクターストーン、かなりガチな科学を使ってます。実現できちゃうんですよね、ここに書いてあることって。まあ、まずこのドクターストーンがどんな話かって簡単に言うと、ある日人類全員が、石になってしまうっていう現象が起きちゃうんですね。で、そこから3700年後の、まあ、地球が舞台なんですけれども、まあ、その人類が石になった世界で、ある日突然、こちらのですね、表紙に映っている主人公、石神千空って言うんですけど、この科学大好きな石神千空という男が目覚めるんです。で、この千空って男が、その自分の持ってる科学知識を使って、まあ、仲間たちと、まあ、文明を一からね、また地球に取り戻していくっていう漫画なんですけれども、で、この漫画に出てくる科学っていうのが結構マジモンなんですよ。例えばこの2巻の一番最初にその火薬の作り方が書いてあるんですね。で、火薬の作り方っていうのが、まあ硫黄ですね。元素記号 S の硫黄。それと木炭。最後に硝酸カリウムっていうのを加えるとできるんですけど、これマジで火薬の原料です。これ結構びっくりしました。だって火薬の材料ここに書いてあるんですもん。で、まあ一応ここに注意書きで、まあ全部マジの話だって、本当に爆弾できっから真似すんじゃねえぞって書いてあるんですけど、これ本当にマジできちゃうんですよ、このやり方で。でも、その文明の滅びた世界じゃ、硝酸カリウムなんて物質は存在しないんですよ。もし普通の漫画だったら、あ、こんなところに硝酸カリウムがある、ラッキーっていう感じの漫画っていうのは結構多いんですけど、でもこのドクターストーンのすごいところっていうのは、ちゃんと自然界にある素材でちゃんと作るんですよ。硝酸カリウムまで。まあ、このドクターストーンの中で、硝酸カリの作り方まではさすがに書いてないですけれども、まあ、硝酸がもともとあるので、だから硝酸と、まあ、硝酸の塩だから、まあ、カリウムの分子がくっついてる何か、カリウム塩の何かを持ってきて、まあ、ガチャコンしてやれば、まあ、硝酸カリができるっていう。まあ、本当にできてしまうようなもう科学を扱ってるんですね。で、そのリアルな科学もすごいんですけれども、もっとすげえのが、これがジャンプの漫画だっていうことです。やっぱりジャンプの漫画っつったらもうこう熱いバトル、そして友情、努力、勝利、このキーワードがね、必要だと思うんですね。一見するとまあなんか科学漫画なんですけれども、でもその科学を使ってバトルするんですよ。これがね、すごいと思う、本当に。すべての科学を使って刀を作ったり、電話を作ったり、
もうしまいには銃を作ったりっていうね、まあ本当にまあそういうバトル要素もねすっごい入ってるんですよ。でさらにこの中にちゃんと面白いその場面っていうのも入ってて、もうなんかねリアルな科学使ってんのにマジなジャンプの漫画っていう、もう心熱くなるようなジャンプの漫画っていう感じなんですよ。いやマジすげえよ。でその科学の範囲っていうのもその物理学とかあったり、まあ化学もあったり、なんなら薬学とかもね入ってたり、すごいね多分野に及ぶね科学の内容が入ってます。というわけでまあこんな感じの紹介なんですけれども、まあね科学嫌いな人もね、まあ科学好きになるとっかかりなんじゃないかなってすごい思います。でしかもアニメのオープニングも俺が好きなねペリカンファンクラブってバンドがいるんですけれども、まあその人たちがまあ担当しててめちゃくちゃアチかったなって思います。本当ドクターストーンねめちゃくちゃおすすめするんで、まあね鬼滅とかまあ読み終わったらねぜひぜひ見てみてください。というわけでじゃあな。アビガンっていうのと、あとレムデシビル、この2つのワードよく聞きませんか？名前は聞く。